はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アクです、よろしくお願いしまーす。ということで本日は2月の22日、にゃんにゃんにゃんの猫の日でございます。今日は僕の猫好きについてすごい語りたいと思うわけではない、そういう話と違うんです。まあ2月の22ってことはね、僕給料日が2月の25なんですよ。でまあ給料日前じゃないですか。なんと皆さん聞いてください、私全財産が2000円ちょっとになりました。ダメだ、もうダメだ、生きていけない。25まであと2日3日ぐらいなんで、ほら空っぽや。この2000どうしようかなと思ったら222がつくってことは、ジャグラー打ちに行こうと思ってね。クズ万歳。2月22やからまあ200番台の台か、その202番、ケツが2の台、もう2がつく台でもう残り2000やから、2000ジャグラーで ぶっこんだらなくなるのか、それともめっちゃ当たるのか、今からやりに行きたいと思います。しかも猫だからね、こっちのピアスはね、これ青色のやつはね、これ実は猫型なんです。はい、行ってきます。はい、ただいま戻りました。いやー、奇跡的にね202番があってね、こちらこの辺に画像出しとくわ。とりあえずまあ1000円入れるじゃないですか、まあ、コインジャラジャラって来てで回してたらね、その1000円で50回以上回るから、うわこれ絶対いいんちゃうみたいな思ってて、でまあ1000円じゃ当たらなくて、もう最後の1000円、最後の1000円投入します。うわーと思ったらピカーンって光りよって、頼むぞ、バーイ来た、ビッグ来たーと思ってね、調子乗ってねやってたんですよ。でまあちょっとしたらレギュラーが当たって、あまあまあいいでしょうってやってたらね、残りね、もうコインが15枚しかないんですよ。もう2000円終わった。はい、2000円なくなりましたみたいな感じのオチを考えてたわけよ、もう残り。打つんやったらもう違う台打とうと思ったわけですよ。やったらね、その15枚でね、爆当たりしました。コイン入れ、15枚入れるじゃないですか。回します。あ、外れます。ペン、ピカーンつ、あれ、光ったマジでつって、そっからまたビッグ来たーっつって、またビッグ来たよーってなって、でまあ出終わりました、いやまた回します、5回転目でピッカーンってマジで、それもビッグ、うわやっぱ俺今日なんやこれ、俺死ぬんちゃうかな思って、ジャグラー素人が、このジャグラー素人がもうほぼビッグやっぱと思って、もう枚数で言ったら一番マックスで2500、600枚ぐらい出たんですよ。だいたいお金に換算したら5万円なんですよ。いやそんな神がかりあると思って、まあ欲をね、人間欲書いたらあかんな、欲書いたらあかん、最後ね欲書きすぎて飲まれ飲まれ、最終的な枚数こちらです、1700枚ぐらいになっちゃった、1000枚ぐらいなくなっちゃった、残りの15枚でなんと3万3500円になりました。やばくない？ほんまに。この間もね、もう全くの素人がジャグラー1ヶ月やり続けたっていう動画やったじゃないですか。その1ヶ月でもこんな枚数出たことないのに。っていうことで、この買ったお金は、まあ残りのね、給料日まで普通に生活して、残ったのはカメラを買おうかなっていうね、カメラ貯金に回します。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が面白いなと思ったらチャンネル登録。またよろしくお願いしまーす。ということで、アークでした。じゃあな。いやもうとりあえずジャグラーめっちゃ詳しい人、これすごいことですよね。なんかコメントくれ。ジャグラー素人やから分からへんで、コメントくれ。これ絶対すごいよな。この神引き。